そうそう、ディノ、そう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 、いいよいいよいいよ。いいよいいよ、お前ら。ディアブロス、ディアブロス、そう。ディアブロス、突進、あ、潜っちゃった。潜っちゃった。とりあえず、お前なんか何フリーズしてる？どうした？なんかお前何考え事してた？なんかめっちゃフリーズしてなかった、お前。あー、死んちゃったなぁ。あ、待って、お前それ、その心電図。来てんじゃないそれ、体結構。あ、やべ、俺だったら体に来てんの。やばい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 。あ、当たんなかった。何をした？うわぁ、セカンドジオン追い出す。なにお前、プスーって何屁こいた？お前、スカシッペしたやろ。ああ、バレバレやぞ。はい、どうも、皆さん、こんにちは、ピスクスです。ってなわけでね、本日もモンスターハンターワールドアイスボーン頭装備縛り実況やっていこうかなと思います。でですね、今回はね、灼熱の刃、ディノバルドを受注してね、ディノバルドを倒していこうと思ったんですけど、その前にね、防具ですね、生産防具で、これですね、EX ギエナヘルムベータ、まあ、アルファもあるけど、まあ、氷属性強化は別にいらないので、ベータですね。はい、で、こちらね、精霊の加護ということで、ダメージを 30% カット。これはね、頭装備縛りをしてる上でね、だいぶ、でけえんじゃねえかってことで。はい。しかもね、防御力も今より高くなると。はい。これをね、装備してやっていこうかなと思います。で、ついでにね、装飾品あるか、ないかどうか。ワンチャンね、意外といい装飾品が手に入ってるんじゃないかと思ってるんだけど、思っただけだったわ。まあ、この辺と、まあ、満足感つけとくか。オッケー、こんな感じでね。はい、行こうかなと思います。で、あとちょっと頭ダサいから、ちょっと、重ね着の方を、重ね着の方を探していきたいが、あ、これしかねえのか。あ、これしかねえのか。おこれしかねえのか。マジかよ。ちょ、これ、さすがに、これは、まあ、普通にギエナで行くか。おぉ、あれ、チリディノワールドまで。これは調査の違いがありそうですね。はい、はい、はい。はい、ってことで、これだね。はい。アイコンかっこいいね。灼熱の刃、ディノワルド。やっていこう。で、一応装備の確認をしておきました。オッケー、頭だけだね。オッケー、出発。お、ムービー来たね。お。爆睡レイヤーなんかボロボロやな。お、バレた。まずい。おー、めっちゃブル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 。なにこれ、目6つある俺。おー、びっくりしたお前どっから来た召喚されたか。おほう。ああ、痛そう。痛そう、痛そう。ああ、痛そう。おお、反撃。やるやん。さあ、両者見つめ合う。どうなる？おおほほう。真っ赤。おほほうほう。おお。さすがにレイヤー逃げたね。なんだ、クロスの時も確かさ、こいつ確かレイヤーと小競り合いするような、なんかオマージュみたいな。研ぎましたね。はーい。うおー、ちょっとお前、お前、ひょう、それは。オッケー、やっていこうか。やっていきたいよ。ちょっと怖っ。あ、通るの？白ならあれ、通るの？青でも。尻尾の色。そうなんだ。なんかカッチコチのイメージだったわ。白でも、白なら通るんだね。ああ。で、ちょっとやばいな、ちょっとモーション覚えてなさすぎる。ああ。大丈夫かなって感じだけど。ああ、しかも全然ダメ入んないし。やばいんだけど、本当に。おい、なんかゴミダメだし。
ああ、怖いし。ああ、どうしよう。とりあえず、ぶっ飛ばし狙うか。ぶっ飛ばし狙いたいけど、どうしようかなって感じ。ああ、乗った。今死んだかと思った。確か尻尾引き抜くときにも確かダメージ判定あるよなーと思って、死んだなーと思ったら当たんなかったわ。ラッキー。確かこいつ人気ランキング結構上位だったよね。ああ、最近出たんだけど。やっぱジンオウが1位だったね。ジンオウが1位だったわ。で、ナルが思ったより低かったね。前回なんか、ちょっと話したんだけど、ナルが3位ぐらいじゃねと思ったら、なんかもうちょい低かった気がした。で、ウラガンキアンシュが最下位と、まあ、妥当だよねっていう。ウラガンキアンシュね。よいしょ。それ、引き抜きだよね。あれ、ない攻撃判定もしかして。あると思ったの、俺の気のせいか。よいしょ。あ、じゃあ、そうだ、怒ったらないんだよ。危ない、バカ。あ、おお、死んでる。そうだよ、怒ったら。ちょっとは知っていきねえんだよー。そんな上司、あ、尻尾赤くなると攻撃判定、え？わあ。尻尾が赤くなると引き抜き時に攻撃判定が出るみたいな感じなんかな。まあ、多分今んとこそうだよね。ああ。さあ、どうしよっかなーって感じ。ん？ああ、大回転切りね。はいはい。そこまで後ろに範囲はないやな。おお、逃げるか。尻尾に、傷。つけてやるぜ。よーこーいしょー。オッケー。さあさあさあ、ここにはディノバルド、ちょっと危ない。ディノバルドが、ディノバルドじゃない、ディアブロスがいるかもしれんからさ、一応やっとくか。ワンチャンいねえかな。来い、出てこい、ディアブロス出てこい。おらんか。あ、いる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 、やれディアブロス、ぶち落とせ。そう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 、ナイス。俺じゃねえよ、おい。俺に向かってくんな。もう向かってくるか。あ、うるさい。降ろさせろ、俺を降ろさせろ。オッケー。ああ、オッケー。これでちょっとダメージ入ったかな。よいしょ、オッケー。ナイス、ディアブロスやる。やっぱいたね、よかったよかった。あ、これダメだな。これぶっ通しできねえな。オッケー、いい感じ。あ、またまた、じゃあお前全身ボロボロにしとるわ。全身ボロボロのボロボロボンにしてやるわ。どういうことや。オッケー、いい感じ。おっと、ディアスさん、あ、お前ら殴り合いするんや。まあ、多分互角だろうねって思ってるけど、ちょっと巻き込まれる、巻き込まれ、うー、ちょっと巻き込、巻き込まれるって危ない危ない。2セットが入ったらえぐ。はいはいはい。あ、おい、すごっ。背負い投げ、ディアブロスすごいんだな、やっぱり。そう思うと。で、これどうなんの結局。あー、お前逃げんのね。ディアでかくね、こんなもんだっけ。あー、危ない。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと、ちょっと。あー、そう、方向ね。オッケーオッケーオッケー。お前とは関わりたくないね。どっか行ってくれ。よいしょー。あ、溜めやがったな。火炎脳だか、なんだかのに、喉って言った方がいいか。熱い、あれをね、石かな、石なのか、何なのか分からんけど。あ、そうだ、違う違う、剥がした鱗だ。そう、こいつ剥がした鱗をね、喉に溜めるんだよね。あの尻尾から取ったね、あの、尻尾錆びるじゃん。その錆びをね、ここに、喉に溜めて、あーってやるんだよね、そう。昔のね、こいつの、え、ちょっと何それ、何それ、こいつの昔のね、あの生態解説動画見ていただけたらね、あの分かると思いますけど、だいぶ、オーマイグー。ああ、そうじゃん、ここディアブロスいるじゃん、やだー。ああ、怖いな、怖いな、非常に。ああ、怖い、ああ、怖い、ああ、怖いな。うん、バイバーイ。さてさて、もう後がなくなったわけなんだけど、まあ、はい、二落ちしてからがモンハンってことで、はい、やっていこうか。そっち向くの？あー、はい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 。これはもう、緊急会議っすよ。で、お前おるな、サボテンだな。来い。こっちに来い。そうだ、当たってない。当たってないよ。100当たった。もち、そう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 。
さあ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 、いい感じだよ、ディノワルド。いい感じ、いい感じ。ああ、何その技、初めて見た。ああ、怖い。ぶっ飛ばしやりたいけどな、隙がないんよな。隙がな、しかもぶっ飛ばし当てようとしてた、あれまで。壊されちゃった。うん、生きてる。よかった、生きてた。ぶっ飛ばし狙いたいよね。ああ、怖い怖い。あ、待って、壊される。あー、壊された。うん、慎重に行こう、慎重に、慎重にね。オッケーオッケーオッケー、乗ってこう乗ってこう。んどっすい。オッケー。そしたら、はい、あ、はい、チュンチュンチュン、よーいごいしょい。オッケー、いい感じ。ふう、で、多分さすがに切れるよな。切れない、硬いな、お前。ってことは相当で、喉の爆発を狙いたい。おっと、フルチャージの効果が切れただけか。はいはい、とりあえず回復はするよと。回復は回復して、回復したい、回復する。オッケー。喉のあれを爆発させたいけど、全然ダメージが足んない。まあ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 、三落ちしてからがね、本当のモンハンってことで、はい、リベンジやっていこうか。とりあえず、怪力飲んで、で、多分この場所ってことは、またディアブロスチャンスが狙えると思うんだよね。だから、とりあえず、ダーンってやっといて、ガードできなくて、とりあえず、穴まで来てもらおうか、ディノワルド君。はい、穴まで来ようね、穴まで。はいはい、こっちこっちこっち、こっちですよ。こちらよー。こっちまでおいで、こっちまで。さくれ。そうだ。デロマルト、デロマルト、デロマルト、そうそう、そこだ、そこだ。そうだ、そうだ、そこにいるんだ。いい子だ。そうそうそう、そこ、そうそう。そうだよ。いい感じ。そうだ。いい子だ。何でも入る？あ、なんか、3桁ぐらいだったな。意外と、ダメージ入んない？もしかして。3桁ぐらいだったよね。でも、そしたら、ま、顔面、傷入れとくか。んー、よっこいしょー。オッケー。顔面傷入れときの、いい感じ。ノー！そう、行った。おっと、そして、帰ってくるんだね、お前。そしたらね。危ない。で、縄張り争いすると。なるほどね。はいはいはい。とりあえず服脱いどいて、で、よいしょ、いい感じだね。はい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 。え？はあ、はははは。圧巻だな。すげえな、ディアブロスって。そう思うと。はい、あ。で、エレードするんじゃないかってことで、もう先、俺移動しといていい？エレードするよね。あらあら、やっぱ来た来た来た。おいでおいでおいで。おいでおいで。だって、なんか詰まってない、お前ら。いや、エレードしな、ディアブロが逃げた、今度は。じゃあ、ランタムなのかな？本当に。よいしょ。ああ、怖い。ランダムっぽいね、どっちが逃げるかは。いや、そういえば落とし物拾ってねえな。ちょっと落とし物を拾いって、落とし物拾ってくるわ。バイバイ、イエローワールド。あった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 。じゃあ、ターネビーチじゃない。ターネビーチなんていらない。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はい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 。はーい。はーい。おー、怖い。逃げ返しとこう。意外とディノじゃない。ディアブロが近いっていうね。大丈夫かなこれ。ああ、オッケー。やれやれお前ら。ほらほら、もっとやれ、もっとやれ。ああ。そうだ。お前らもっと、恐竜大合戦。やれ。恐竜じゃねえか。モンスターか。やりやれ、やりやれ、もっともっと。はいはいはい。そうそう、ディノ、そう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 。いいよいいよいいよ。いいよいいよ、お前ら。ディアブロス、ディアブロス、そう。ディアブロス、突進、ああ、潜っちゃった。潜っちゃった。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。お前らいい感じよ。そうそうそう。そうそう、いいよ、いいよ。あ、やべ、これ、こけちゃった。やばい。やばい。ディノワールドじゃなくて。ディアブロスこけちゃった。え。いいね、いいね、いいね。そうそうそう。そうそうそう。やるね、ディアブロス。うん。ディアブロスとディノワールド間違えるな、マジで。お前ら名前似すぎや。どっちか解明しろ。
とりあえず、お前なんか何フリーズしてる？どうした？あ、こっち見た。あ、バレた。なんかお前何考え事してた？なんかめっちゃフリーズしてなかったお前。あー、死んちゃったなー。やっぱお前火力高いね、多分。火力高いよな。いや、普通にぶっ飛ばして狙おう、こっちの壁で。おいでおいで。ジェロワルド。そうそうそう。こち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 。で、どうにかして隙を見つけたいが、隙見つかるかな。あ、この後。ダメだった。届かなかった。いやー、隙が分かんなさすぎる。よいしょー。いける。いってくれ。よっけ、完璧。あと、BGM 神な。素直にな。BGM が神曲すぎる。よいしょー。いやー、これはやめとこう。で、あと一発ポーンしといて。あ、怖い。で、落とし物拾いの、ポーリン。よいしょー。よいしょー。で、引き抜き。よいしょー。走ったな。あ、違う。怒ってないからもう一回ぶっ飛ばしできるって言おうとしたけどな。隙がなかなかないんだよね。探してはやっていきたいけど。壁もさ、そんなないし、ここ。あー、ナイス、頭、スノーヘショってやったぜ。どっさい。オッケー。そしたら、おいしょ。とりあえず喉仏ぶち壊したいけど、喉仏？喉ね。喉を爆発させたいんだけど、だーん、一回か。おいしょ、当たん、あー、なにそれ。怖い。喉仏。よし。喉仏だ。で、そしたら尻尾、行こう。やべ、なんか色変わってきてない？いや、大丈夫か、大丈夫か。まだ赤いな。オッケー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 。おいしょー、オッケー、横振りにしとこう。オッケーオッケー。回避、オッケー。いい感じで、切れるよね、さすがに。さてさて、大回転切りね。大回転切り、大回転切り、大回転切りって多分切れてないとやってこないのかな。多分そうだよね、今の感じ。おい、あ、フレーム回避できた、ラッキー。さーてさーて、そろそろ尻尾を研ぐんじゃないのって思ってるけど。どうでしょうかね、全然頭の位置が。おいしょ。あーし。おお、何それ。ああ、足。はいはいはい。体力の喪失を可能つけとこうか、一応ね。つけとけるもんはね。よいしょっと。まあ、とりあえずヒットアンドアウェイで行くしかないよね。ゴミ34ダメ。おいしょ。お、あ、お前また吠えるんか、うるさいな。おい、うるさいぞ。もう相手になから。なあ。誰かこれ埋めてくれねえかな。無理か。さあさあさあ、やるぞ。ここぶっ飛ばして狙いそうだなと思ったけど、バリバリぶち切れてたわ。ああ、ぶっ飛ばして狙いそうだなと思ったけど、ガチ切りしてるわ。ダメだ。はーい。はーい。オッケー、乗っていく。いい感じ。どっさい。オッケー、そしたら、もう顔面壊れてるし、尻尾の傷つけに行こうか。尻尾の傷つけ。意外と根元にくっつくんやな。先端じゃなくて。オッケー、傷つけ完了。ついでに一発ポン。で、トイだと、これで青くなるね。かっこいいよね。あ、一段階壊れていく。ついでに顔面の傷つけを復活させておきまして、で、吹っ飛ばし狙える。吹っ飛ばし狙える。一応。OK! めっちゃ順調。そしたら尻尾出ろ。いや、石ないけど、まあまあ、間に合うだろう。死んため。死んため、間に合う。OK! いい感じ。ふうふう。そしてなんか、やるね、ガチャップ。どこらしてるわ。やるやる。はいはい。あー、逃げちゃった。逃げちゃった。ガチャップ、逃げちゃった。そして、イレードまたするんか。ついでに尻尾に、ちょっとでもダメージを与えておこうか。ついでに、傷つけを上書き。オッケー。そういえばどうなんだろうね。こいつ、尻尾赤くなるじゃん。そこにさ、スリンガー水流弾当てたら、赤くなくなるのかな。どうなんだろうね。まあ、逆に今の状態でさ、種ビーチとかさ、尻尾に当てたら、赤くなったりするんかなっていう。ちょっと疑問。やってみようかな、後で。ああ、怖い。
バックジャンプブレスね。ナイスダメージ軽減。でかいね。あ、赤くなった、赤くなった。オッケー、ここに、水冷弾、水流弾。ピッ。どう？変わんないか。一発じゃ足んない可能性もあるからね。あ、ちょっと、おいしょ。あ、ちょっとそんな隙ない。そんな、遊んでる暇なかったわ。いけるかな？あ、いけそう。はーい。あー、そうそう、それ、ありがたい。そりゃ、あ、ちょっとスタミナなかった。よいしょ。あ、さすがにないか、そんなギミック。そんなギミックさすがになさそうだね。やってみてはいるけど。おいしょ。痛い。ないね。うん。やめよう。無駄だ。オッケー、とりあえず。あと一発？あ、当たんなかった。何をした？あ、当たんなかった。何をした？何パントバイム？何それ？何をした？今俺らなんかした？なんかあいつ勝手に倒れたよな。何？何あいつ今。謎行動だったんだけど。もしかしてあれ？ガライパ？ガライパがなんかした？何今の。なんか一人でずっこけてる人いるんだけど。人じゃないけど。危ない。あ、怖い。何？何なん？今のマジで。おもろすぎやろ、お前。一人パントマイムのディノバルトいたわ。オッケー、乗っていく。パントマイムで合ってんのか、ところで。でも、どうだろうね。頭も壊したし、尻尾も壊れたから、背中でいいかな。背中を潰そう、今度は。はい、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 はい。おほ、素直に終わっていく。背中ってどう？横っ腹に張り付く感じ。横っ腹に張り付く感じか。で、確か結構こいつの背中ってさ、結構希少な素材じゃなかったっけ？どうだったっけ？なんか意外と背中 V 破壊ぐらいでしか手に入んないみたいなイメージがあったんだけど、V 破壊すると手に、まあそれは V 破壊すると手に入りやすいのは当然だけど、なんかわかるかな？出にくいみたいな、他のあれだと、報酬だと、確率がね、低いみたいな。あ、てか壊れたわ、ラッキー。あ、どこ壊れた？今背中だよね。あれ背中じゃない？どこ壊れた今。謎の部位が壊れたんだけど。ちょ、いいや、とりあえず背中もう張り付きまくっとこう。ああ、やめられちゃった。背中のさ、先端折れてないよね。折れてないもんね。多分折れるよね。どうなんだろう。さあ、尻尾よ、出てくれ。尻尾、鱗とかはいらないよ。と、そしたら、ほほほー天輪来たわ。もっと嬉しいもんが来たわ。どすいー、オッケー。おーい、切れてはないのね。切れては、いや、切れてるわ。切れたわ。切れるの早くね。もしかして、ちょっと体力減ってきてる？もしかして、体力減ってきてる？よいしょ。登ってくる？おーい、登ってこなかった。あれ、登れない？もしかして。登れない？登れない感じ？登れない感じかな。あー、足んない！痛い。あぶねえ、これダメージ経験なかったらお亡くなりじゃないこれ俺。ねえ、半減だもんね今。半減でこれってことは多分お亡くなりだな。やばいな。よっこいしょー、オッケー。うわー、ダメージ経験ナイス。でかいな、ダメージ経験本当に。死ぬ、危ない。オッケー、ダメージ経験の恩恵がでかすぎる。マジで。え？オッケー。あー、オッケー、オッケー、オッケー、背中いい感じに触れれる。背中に触れれる。いいね。あ、オッケー。オッケーだったわ。よかったよかった。で、あー、お供狙いね。お供狙いね。はい、ズシーン、ズシーン。よっこいしょ。確かね、この攻撃ってね、こいつそう、あそこの部位ね、めちゃめちゃね、隙だらけなんだよね。確か、あそこにね、くっついた状態でね、下ろされる攻撃って、ジャンプしかないんだよね、ジャンプって。このジャンプじゃなくて、なんか、1行動ぐらいしかないんだよね、確か。あそこの部位を剥がせる攻撃って、確かね。確かだけど、うん。ここね、ここの、ここの、あ、ここじゃない。ここのね、違う、ここじゃない。ここの、違う、足でもない。脇腹だ、脇腹。なんかさっきからずっとこれやってんな。まあいいか。
脇腹にくっつきたい男、こいつの。ここの、ここ。そう、ここ、ここ。ここをね、下ろせる技、一つしかないんだよね、確か。ディノバルド。ああ。情報修正とかされてなければ。おいし、どこどこどこ？危ない。うわぁ！スタミナがないです。怖い。とりあえず体力で、よいしょ。はぁはぁはぁ、オッケーオッケー。で、気づいたら火怒りになっている。ぶっ飛ばし狙いたいけど、そんな隙はない。やばい。こっち来てくんねえかな。おーしょー。画面こっち向けてくれてないかな。画面こっち向けてくんない。あ、そっちそっち行くん。どこ行くん。あれか、エリアから離れすぎた感じか。いや、と思ったらエリアだ。だったら尻尾ついでに傷つけとこうかな。おいしょー。オッケー。さーて、そしたら、ぶっ飛ばしを狙うよ。ちょ、お前どこまで行くん？どこまで行くん？意外と奥まで行くんやな。おっと？あ、レイヤーじゃん。どうもどうも。レイヤーじゃん。いや、でも多分これは完全にディドバルドの方が上だけど。レイヤー、行け！レイヤー！そうだ、ブレス、行け！解放者、オッケー。いい感じ。そうだ、そうだ。レイヤー頑張れ。ディノになんか、負けんな。行け！サマーソルト！オッケー。いいぞ。リューラ、いいぞ、いいぞ。サマソルトもう一回、もう一回やらなかった。オッケー。いいね、突進。いいね。いいよ、リューレイヤー頑張れ。リューレイヤー頑張れ。打倒ディノバルト。ナイスサマソルト。いいよ。そうそうそう。モンスターと共に。おー、やばい、痛い。大丈夫か、リューレイヤー。大丈夫か。リューレイヤー、サマソルト。あ、ブレスになっちゃった。オッケー、オッケー。協力しようぜ、リューレイヤー。オッケー。あ、そう、この行動。あ、そう、今のはあのジャンプの行動だけしか確か下ろせなかったはず。下ろす、落とせなかったはず。落とされなかったはず。うん。ああ、リューレイヤー逃げちゃった。もうちょっと戦っとけよ。さあ、続きをしようじゃないか、ジノバルト君。ここら辺だろ。おっ、微妙。さあさあさあ、ちょっと、フレーム回避すること。よいしょ、オッケー。これで多分背中壊れたんじゃない？あ、壊れた。へし折れた。オッケー。いい感じ。いい感じだよ。あ、待って。お前、それ、その心電図、あれじゃない、その心電図。来てんじゃないそれ、体結構。あ、やばい、俺だった体に来てんの。やばい。オッケー。ナイス。それ、体来てんじゃないって伸ばると。あ、当たんないのか。来てんじゃないそれ、結構。来てんじゃない？あ、来てないわ。気のせいだった。でも、もうそろそろだと思うんだよね、その心電図。はーい。よいしょ、違うかな。でも、意外と殴れてないからな、今回。その心電図来てないの？来てると思ってんだけど、気のせい。そっ、ああ、怖い。その心電図来てる心電図じゃない？違うもん。ねえ、だって、ほら、めっちゃ微弱よ、お前。意外と、あれじゃない、お前。我慢してるんじゃないの。ああ。意外と、から元気なんじゃないそれ。ああ。まあ、あと一回死ねるから。あと一回死んでも大丈夫だから、確か。よいしょ、オッケー、乗っていく。誰？オッケー。俺のお供、リオレイヤー。やれ。サマーソルトだ。リオレイヤー、行け。サマーソルト。そうだ。行け。サマーソルト。サマーソルト？リオレイヤー、サマーソルト。お、何してんの？サマソルトは？あ、ブレスね。オッケー。いいよ。いいよ。リオレイヤー、俺じゃないよ。それ間違ってる。俺じゃないよ。リオレイヤー、行け。三連ブレス。リオレイヤー。あ、リオレイヤー、逃げちゃった。ごめん。逃げちゃったわ。うん。え、俺じゃない。俺、お前の飼い主だよ。うん。違う。間違ってる。ああ、そう。行こう。さあ、尻尾がビクビクしてんね。尻尾がビクビクしてんね。よいしょ、当たんない。オッケー、火狩りだ。もらった。うわ、あ、これもう一回。よし。よいしょ、オッケー。そしたら、顔面殴りたいけど、顔面に行かないとで、スタミナ入るかな。はい、らない。オッケー。あ、来てんね。それも、確定だね。もう、その、
そのあれは確定だね。ほら。私の勝ちだ。あれ、待って、麻酔玉がない。待って、あったよかったよかった。こっち。こっちおいで、こっちだよ。こっち。目見えないと思うけど。目見えないと思うけど、こっちだよ。さあ。声がする方へ。俺はここにいるよ。そうだ。こっちだ。そう。こっちだ。こっちにおいで。そうだ。いい子だ。しゃあ。おっと、いっぱいいるね。どうしたお前ら。一人場違いがいるけど。すみません。お、なに、わ、お、ジャナフさん？ジャナフ凍結。アンジャナフが。リベルカーナの痕跡を見つけた。ああ、見つけた。はい、そこかしこに。うん。そしれ。とてつもない古竜だ。生態系に急激な変化が現れている。なるほど。調査団としてこの事象を見届けたいが、このところ食料の調達も難しい。マジか。我々の役目は生態系の調査と調和。だがこの地自身が寒冷化の道を選んだのであれば、撤退か。撤退？マジ？諦め？俺たちもその生態系の一部じゃないかな。先輩。俺たちも効率系ってこと？俺はここの生まれだからさ、とっくにそのつもりだけど。故郷は別でも、みんなも俺と同じじゃないかな。モンスターたちの縄張り争いを見てきただろう。奴らは生きるためにあがいている。それが命のあるべき姿だからだ。新大陸に生まれたからには、俺も諦めたくはない。俺たちも生態系の一部なら、同じようにあがこう。なるほどね。私、まだ帰れません。知りたいことがあるんです。俺も果たしてない約束があるんだね。あがくぞ。生態系の一部となる。それが新大陸に生きるハンターだ。なるほど。向こうで物資を手配してくる。こっちの守りは頼んだぞ。了解。みんな鎧でガッチガチなのに、マジでなんか一人バカいるぞ。お、あがくか。人生の大半を調査団として送ったがゆえに忘れていた言葉だなと。はあ、最後までここで生きていたい、生きたいという私個人の言葉を飲み込むのにもう随分と慣れていた。では私も腹をくくるとしよう。さて早速だが君に話がある。おっと、正気の谷と流血症の地にて、合流ティガレックス、左右ブラキディオスの姿が確認された。そしてイベルカナダが痕跡の傾向から見て、正気の谷あるいは流血症の地方面に向かっている。はあ、新たに確認された2種は、漂流の訪れにより急激に活発化したと見て間違いない。まずはその2種を重点的に調査しよう。さらにはイベルカナの痕跡も集め、やつの居場所を突き止めるぞと。ブラキディオスの調査ですね。いやー、絶対強者。うわー、セカンドジオン追い出す。なにお前、プスーって何、屁こいた？お前、すかしっぺしたやろ。ああ、バレバレやぞ。